演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、スターバックスで秋のケーキ4種類を買ってきました。こちらがクラシックアップルパイ、パンプキンタルト、マロンマロンで、ちょっと嬉しかったんですことがありまして、このスイートポテトシフォンケーキ、ちょっとお店に行った時にケースになかったんですね。で、店員さんにちょっとスイートポテトケーキ欲しかったのですがと言ってみたら、店の裏まで見に行ってくれて出してくれたんですよね。本当に嬉しかったです。購入のこの機会がいいですね。ちょっとこんな風に映ってるの本当にありがとうございました。それではその店員さんのために美味しくいただきますよ。ではそのスイートポテトケーキはちょっと一番最後にして、最初にやっぱりお野菜大事なのでパンプキンタルトからいただきますね。まあケーキになってる時点でどうなんだよという気もしますが、ではスターバックスの秋の味覚いただきます。おー、いきなりかぼちゃという形で秋の味覚を堪能できましたね。この調子でどんどん行きたいです。続きましてはこちらのマロン&マロン、おー、モンブランのようなかと思うんだけど、ちょっとまた違うみたいですね。こんな風に下にしっかり土台がありますし、ではいただきます。栗の甘さをたっぷり堪能しようと思ったけど、ちょっと違うな、これは。続きましてはこちらのクラシックアップル、アメリカンアップルパイと思ったんですけど、ちょっとうまく取れなくてぐちゃぐちゃになってますね。もう悲劇だ。ではもうこれ以上広げないためにうちにいただきます。アップルパイ自体久しぶりに食べる気がしますね。でもちょっと悲劇が、急いで処理しないと。ラストはスイートポテトシフォン、スイートポテトさつまいもペーストが上の上に乗ってますね。普段のシフォンケーキはちょっと紅茶色っぽいですけど、紅茶なのかな、まあ、食べてみればわかりますね。ではいただきます。嬉しい思い出がついているケーキですけど、味の方はしっかり進出しますよ。そう考えるとこれはですね、最初に食べたパンプキンタルトはもう混じり気のないかぼちゃの甘さが全面に出ていって、でもかぼちゃの風味を口の中で感じることができました。タルト生地はもうちょっとサクサクしててよかったなと思いましたが、かぼちゃの風味を十二分に楽しむことができてとっても美味しかったです。最初に言ってしまいますけど、これが今回の一番良かったですね。というわけでこちらの製図とさせていただきます。そして次のマロンマロンは、こちらも栗の風味は感じられたんですが、ちょっと入ってるラム酒が強すぎて、そちらの主張が勝ってしまっているのが残念でしたね。モンブランと形だった美味しさもあったのですが、ちょっともうちょっと栗が弱かったかなということで、こちらのテイストとさせていただきます。そしてクラシックアップル、いや、アメリカンアップルパイ、クラシックアップルパイの業務スーパーだ、去年ちょっと食べたやつだ。でそれは今はどうでも、わー、なんかもうちょっと自分の不手際で不手際になっちゃいます。リンゴの果汁と甘さ、パイの食感を感じることができてとっても美味しかったです。ただこれ温めるも良かったかなとちょっと今更ながら思ってしまいました。でもリンゴは好きな方にはおすすめできますので、こちらもペーストさせていただきます。そして最後のスイートポテトケーキ、シフォンケーキもちょっと先ほどのマロン&マロンと一緒で、ちょっとスイートポテトの部分が弱かった気がしますね。なんか全面スイートポテトだったらもっと良かったのかなとも思ってしまいました。クリームでさっぱりしてるんですけど、もうちょっとなんかしつこいようですけど、さつまいもを感じたかったっていう部分がどうしても拭いされないので、これはこちらのペーストさせていただきます。今4ばっかり出してるな、ま、いずれも美味しくはあったんですけどね。というわけでスターバックスの秋の味覚ケーキ4種類とっても美味しかった。それではひまわり畑、人形ばかり美しくから、ひまわり畑の人形なのでちょっと不気味な気もしますが、きっと可愛い人形なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。